ありがとうございます。はい、ということで、本日はですね、意義あるオフの過ごし方、待ち時間も必要、ゆっくり歩くことの大切さについてお話しできればなと思います。私、本日はオフでした。休みの日だったんですね。で、具体的なアクションを言うと、買い物するか、本読むか、ネットフリックス見るか、 YouTube 見るか、漫画読むか、ちょっとテレビつけるか、ネットサーフィンするか、このくらいしかないんですけど、いつも大体このサイクルなんですよ。で、その時に、ふと思ったことが、そもそも休日ってどういう風に過ごせば一番良いのかなということを考えたんですね。で、そこで僕が出した結論は、待ち時間であったり休日オフの過ごし方というのは、やはりそのオフでない日、オンの日にその力を蓄えるための日にしようと、それがベストだというふうな結論を出しました。つまりオフというのは完全なオフではなくて、その、準備期間というか、自分がその力を蓄えるためのその期間に当てるのがやっぱ正しい時間の使い方かなというふうに私は思っております。実際ですね、その僕その完全にその休みっていうふうに決めた日の次の出勤であったり何かことをなす日っていうのは、もう本当にパフォーマンスがちょっと落ちちゃってるんですよ。そこで実感するのは、やはりそのオフであっても体を動かしたりであったり、何かしらそのスイッチというか、その低運転でもいいので動かしておくことが必要かなと感じたわけですね。そうすることによって、そのオンの日のそのパフォーマンスの、クオリティを保っているわけなんですよ。もっと言うと、オフの日にいかにどれだけその力を蓄えられるか、何かその価値ある行いができるかどうかで、そのオンの日のその、クオリティが上がってくるということが、多々あるなと感じたので、この結論を下したんですよね。はい。で、先ほど申した通り、本日も読書していたわけなんですけど、その時に冬の時代の過ごし方というか、なかなか努力はしてるんだが、結果が出ない時っていうのは多々あると思うんですよ。僕もまさにそれで、YouTube 頑張ってたり、Twitter やったり、いろいろ自分なりにではあるんですけども頑張ってるんですが、実質その成果出てるかって言ったら、人に誇れるほどの成果は出てないという現状ですね。で、そういった時にすごく励みになる言葉をちょっと本で見つけたので、ちょっと長めで、大変ちょっと心が痛いんですけど、ちょっと引用させていただこうかなと思います。読み上げます。こちら、道を開くという松下幸之助さんの、はい、素晴らしい本があるんですけど、そちらから、すみません、ちょっと2ページ、すみません4ページすみません、ちょっと大変申し訳ないです。著作権侵害に、ならないように、長めに動画撮って、うまくやります。はい、ちょっとすみません、読み上げさせていただきます。まず、根気よくというページがあるんですけど、どんなに良いことでも一挙にことがなるということはまずありえない。また一挙にことを決するということを行えば、必ずどこかに無理を生じてくる。すべてことは一歩一歩成就するということが望ましいのである。だからそれが良いことであればあるほど、そしてそれが正しいと思えば思うほど、まず何よりも辛抱強く根気よくことを続けていく心構えが必要であろう。得こならずという言葉があるけれども、これは正しいことはいつかは必ず人々に理解してもらえるという意味にも通じる。しかしこれとてもいっぺんにというわけではない。徐々にということである。だからいかに正しいと思うことでも、その正しさにとらわれていたずらにことを急ぎ、他を誹謗するに急であってはならない。自らの正義を世に問うためにも、まずは辛抱強く根気よくことを進めていくという謙虚の姿が欲しいのである。慌ただしいこの人の世、
ともすれば浮き足立って辛抱の美徳、根気の美徳が失がちであるが、お互いに謙虚に二正三正してみたいものである。はい、そしてもう一つございまして、時を待つ心、何事をなすにも時というものがある。時、それは人間の心を超えた目に見えない大自然の力である。いかに望もうと春が来なければ桜は咲かぬ、いかに焦ろうと時期が来なければことは成就せぬ、冬が来れば春はまた次回、桜は静かにその春を待つ。それはまさに大自然の恵みを心から信じ切った姿と言えよう。悪い時が過ぎれば良い時は必ず来る。おしなべてことをなす人は必ず時の来るを待つ。焦らず慌てず静かに時の来るを待つ。時を待つ心は春を待つ桜の姿と言えよう。だが何もせずに待つことは良好を待つに等しい。静かに春を待つ桜は一瞬の休みもなく力を蓄えている。蓄えられた力がなければ時が来てもことは成就しないであろう。時を得ぬ人は静かに待つがよい。大自然の恵みを心から信じ、時の来るを信じて、着々と我が力を蓄えるがよい。着々と我が力を蓄える人には時は必ず来る、時期は必ず来る。待てと言われればなおさら焦るのが人情である。だが自然の断りはわがままな人情には流されない。冷たいのではない。静かに時を待つ人には温かい光を注ぐのである。お互いに時を待つ心を養いたい。はい、なんか音読っていうのはちょっと大学か高校ぶりぐらいなんですけど、まずね、なんかこう読んでみての感想なんですけど、すごくなんていうんですかね、まあ、使ってる言葉が多分すごく綺麗な言葉なんで心地いいんですよね。心がすごく晴れるというか、何かこう自分の中にいいものが入ってきた感覚があります。で、実際内容に関してなんですけど、まあ、まずその文脈っていうか 文通りですよね。時を待つ、辛抱強く待つ、正しいことをしているのであれば余計に、誠実な心を持って、ことをにあたる、毎日やる、継続してやるし、習慣を作るとか、まあ、そういった意味があると思うんですけど、特に今の自分にすごく当てはまってるなと思ったから、やっぱり今回引用させていただいたわけなんですよ。僕も YouTube 毎日やってて、これ報われるのかなって思う時ありますし、で最近そもそもの、初心に帰ったというか、正しいことが結局やりたかったと、人生に役立つことがやりたかった、別に面白いことがやりたかったわけじゃないんですよね。もちろんそういった欲も僕も若いし人間だからもちろんあるんですけど、目立ちたいとか有名になりたいとかってもちろんあるんですけど、それよりも立派な人になりたかったんですよ結局は。だからより多くの人に貢献できる方法は何かなって考えた時にこの、YouTube だったというわけなんですよ。で、まあこの話何回もしてるんですけどで、それを考えた時に、別にチャンネル登録してくださいがなんか最後に言う言葉とかで別に正直どうでもいいじゃないですか。じゃあそれはビジネス的な観点から言って、まあ、最後と、最初に重要なメッセージを持っていくっていうのはすごく重要なんですけど、最近このありがとうございますっていうそのオープニングを始めたのも、結局その一番伝えたいのは何かなって考えた時に、そのありがとうでしたっていうことで、まあ、始めたわけで、やっぱり初心に帰る時間でもあると思うんですよね、その準備期間っていうのは。何か、準備というか、まあ、辛抱強く、やろうと思ったなら、やはり最初から、間違った志を持ってはいけないんじゃないかなとも思いました。長く続けるためには、やはりその自分の本当に心の本音と向き合わないといけないと思うんですよ。心からやりたいことであれば、正直どれだけ辛いことであっても長く続くのかなとも思います。逆にやりたくないことはやっぱり人間やれないですから、なかなか
続けていくのは難しいと思いますし、正しいことであればやはりそれは自分自身がどれだけ努力しても、世が許さない、時代が許さない、人が許さないと思うんですよね。やはり続ける、残り続けるということはやはりある程度その世のため、人のためになっていることでないと、その時代の波を、乗り越えていくのは難しいかなと感じております。そうなった時にやはり必要なのは正しいことであったり価値あることを、しようとすること、そしてその志を持つことが何より、大切だなと思うわけですね。でそういった、期間を設けるのに本当オフというのはぴったりなわけですよ。だから一つ提案したいのは、そのやはり自分自身の本音と向き合う時間に当ててみてもいいんではないかなと思います。もちろん皆さん日々お仕事であったり学業であったりいろんなこと、頑張られていると思うんです。努力されていると思うんです。世のため、人のためにもちろんなってるんですけども、何よりその自分自身のために、休日という時間を、まあ、正直言うとちょっと、めんどくさいって思うかもしれないんですけど、でもすごく価値あることなので、ぜひ時間を使ってみてもいいと思うんですね。その自分自身の本音を、さらけ出して、自分自身とこう対話を重ねていく、もしくは日々の、反省をしてみたりとか、一旦このペースダウンしてゆっくり歩く、止まる必要はないんですけど、ゆっくりちょっと、いつもは駆け足じゃないですか、どんな人でも。僕も仕事をしているときは正直言って余裕ないです全然余裕ないんですけど、こういう、こうしっかりとまとまった時間を持てるこの休みの日だからこそ、自分自身と向き合っていろいろ考えていく、そういった時間にするのもすごくいいかなと思いました。まあ、これ身内の話なんですけど、お父さんが昔交通事故に遭った時の話で、お父さん病院で本読んでたんですけど、その、病院から退院した時にやっぱりちょっとお父さん変わってたんですよね。なんとなく、まあ、もちろん体もちょっと、まあ、薬とか、まあ、いろいろその運動しなかったせいで痩せちゃったんですけど、何よりなんかそのお父さんの考え方が多分そこで変わったというか、で今ちょっとサッカー選手の本とか読んでるんですけど、そのデルピエロ選手っていうすごく有名なサッカー選手の、本を読んでまして、その選手もその怪我した時に、自分はあの昔のデルピエロじゃなくて新しいデルピエロになったんだっていうことを言ってて、はーんと思ったわけですよね。はい。なので、その、まあ、ゆっくり焦らず、じっくりやってみる。特にこの動画を見てくださるような若い方というのは、残された時間が、長いだけに、ゆっくりやっていく必要もあるのかなと感じます。僕も、出世欲であったり、名誉欲、を焦るあまり、結果をすぐ出そうっていうふうに、思いがちなんですけども、それでは真の成功とは言えないというか、真の勝利とは言えないと、僕、本日もう一つちょっと大事なことを発見したんですけど、真の成功、真の勝利とは、ずるから遠ざかることだということに気づきました。ずるした先にやはり、価値はないというか、幸せは待っていない。本当に得たいものは、人が本当に得たいものというのはやはりそのズルではなく誠実なものの先にあると思うので、誠実に、忍耐強く我慢強く、努力を継続していく、そういったことが大切なんだろうなと今日、オフの日に改めて感じました。繰り返しなんですけども、ことを焦るのではなく、自分が本当にやりたいこと、自分のすべきこと、自分の得意なこと、強みなどを、まあ、基本にしながら、継続していく、そんな習慣を大事にしていただければなと思います。はい。本日の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい。最後にチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは本日も最高の一日を過ごしください。